この恋や思い切るべきさくらんぼ見よ。背伸びしてミューズの足をくすぐらん見よ。映画監督川島雄三が見よという配合で作った俳句です。川島監督の才能の一端が垣間見られます。みんな川島雄三については語りたいっていうことがあって、でしかもね、俺だけが川島雄三の本当のことを知ってるんだっていうふうにね、みんな思ってるっていうのが不思議ですね。それでそれがみんな違うんですよ。でそれぞれがね、僕の川島雄三っていうのを持ってるんだけど、その僕の川島雄三っていうのがね、みんなそれぞれね、これが本当だと思ってるんですよね。他のやついろんなこと言ってるけどね、あれそうじゃないんだ、俺が掴んでる川島雄三が本当の川島雄三だっていうふうにね、10人が10人思ってるっていう、また思わせているっていうところが、あの人物の不思議なところじゃございませんかね。在りし日の川島監督の姿が8ミリフィルムに残されていました。川島監督は昭和20年代から30年代の日本映画界を風のように駆け抜けていきました。しかし筋萎縮症という病魔と戦い、1963年昭和38年45歳の若さで亡くなります。映画監督川島雄三の生涯に迫ります。学生時代に川島監督と出会い、監督の下で脚本の修行をした藤本義一さん、今でも川島監督を師と仰いでいます。川島監督のふるさと青森県下北に向かいます。藤本さんは川島監督が亡くなって7年後に監督と一緒に過ごした映画作りの壮絶な日々を一冊の本にまとめました。小説生き急ぎの木です。川島監督への鎮魂の思いが綴られ、直木賞の候補にもなりました。花に嵐の例えもあるぞ、さよならだけが人生だの日はない、川島雄三の日はどこにもない、旅の本を広げてみても川島雄三という活字さえない。映画監督の監督という二字を解釈すれば百科事典でゲス。影を売る百科事典は名作古典と誰も考えないものでゲス。次長の言葉を思い浮かべる。川島雄三はしかし見事に生きた。恐怖は確かに例えようもなく重かった。それでも彼は45年の生涯を精一杯生き切った。俺と川島師匠の出会いは煮詰まり華やかな頂点であった。僕もそれまで津軽っていうのは知ってたからね、津軽と下北っていうのは大体同じように考えた大阪人だから、その北の方っていうのは分かってたけども、下北ということはおっしゃらなかったですね。特に初めの と一緒にシナリオなんかかかって一つ屋根の下に飯食ったり風呂入ったりやってると、その時はですね、ほとんどなんとね、江戸落語の口調なんですね。そうでですねとかね、そうでゲスというのをよくお使いになったんですね。だから僕はこの人はひょっとすると東京の下町と瞬間思ったんですけどもね。でだんだんまあボロが出たというかな、こっちも両方とも気を許してくると、ふっとなんかね、こちらの方言がふっと出るんですね。
で今のあれどこの方言ですかって言ったらね、キブナなんて言われてね、そうですか、でもあの九州じゃないですねって言ったらウフフって笑ってね、反対だ反対だって言ったらね、だいたいこの辺だというのは分かってきたんですけども、下北というのを知るまでに僕はやっぱり一月かかってましたね。それで下北と聞いた時、ああ津軽ですかって言ってえらい怒られたですね。君は大阪生まれの大阪育ちか。はあ、師匠のふるさとはどこですか。師匠は江戸っ子でゲスと例の含み笑いの後で、まるで低く叱りつける口調で下北半島と言った。含み笑いを間に挟んでの言葉のあまりの変化に、俺は次の言葉を失った。柔和な微量と不満げに突き出された唇を見ながら、この人の性格は強い温存を宿した陰気さがくぶくりにあるのではないかと俺は読んだ。下北半島の中央に位置するむつ市田名部町、ここで川島雄三監督は生まれました。むつ市では新しくなった図書館に川島雄三記念室を作り、全国に散逸している川島監督の遺品や記念品などを集め展示しています。ああ、まず監督のクローズアップの顔ありますな。ああ、それはね、こういう顔してじろっと見られるんだな。こういう時怖いんだな。45年の短い生涯で51本の作品を残した川島監督。この図書館では好んで読んだ俳句や日本映画界での業績に触れることができます。裏はこうなってたのかな。これからですね、私は川島雄三おじという、いつもおじおじとおっしゃるんですけどもね。ここ田名部町で川島監督の甥の川島新一さんが今でも川島家を守っています。藤本さんは13年ぶりに川島家を訪れました。映画とは影を売るのです。しかしシナリオを切ればその断面から血が流れるということを覚えておいてください。藤本さんは川島監督の言葉を忘れません。もう父親って方がもう頑固だったもんですから、もう勤勉でなきゃダメなんですよ。雄三おじってのはどっちかって言ったらもう本ばかり読んでるもんですから、運動しないから、うん、その雄三の屁が臭いんだって。屁が臭いってた。どこどこに屁が出てくるんだろうしたな。うん、それでそれしかし何でしょうね、理事長とその雄三寺は年齢的にはあんまり、そうですね、11歳違いますね。で一番近い、そうですね、ですか。にあの、まあ、おいっ子、おいっ子、まあ、長男ってこともあるでしょうから、うんうんうん、そしてまあそのおじいが東京出てきますね、雄三寺がね。そして、まあ、大学へ行くということになりますね。その時何になると言ってました、川島雄三氏は。あの一時ですね、志はベンチになるって。ベンチ、映画のベンチ、はあ、とか物とか普段ですね、物言う人じゃないもんですから、どっちかったら、うん、それがですね、そうか、昭和5年に陶器がなるから、そうです ね、 ね、まだベンチが活躍してます。野辺の中学校でですね、こっそり映画見てて、そのベンチが下手でですね、俺がやってやろうかなっていう、そのもう、これは弾みだな、ベンチから映画に近づいたわけか。そのいい時にいなくなったという人もいるけれども、もう一作欲しいね。そうですね、私もそう思いますよ。もう一作 ね、ね、確かにいろんなあれありますけども、これから乗ってきたっていう感じですね。かもわからんな、これいけんだっていうのはですね、なんか掴んだというか、それまではなんか模索でいろんな
本当にいろんなもの作りましたからね。52作目があったらよかったな。そうですね、52作あるといいですね。52というのは1年 の、 あの52週ですもんな。そうです、ね、ちょうど一生を1年と考えたら最後の大晦日が抜けてるわけですね、これね。あ、今それ言ってもしょうがないけどね。うん、こういう話2人やってるということは今、雄三寺はどこで見てますか、何考えてますかな。バカが注文ですかな。そうでしょうね。で、あとまたクスクスとただあのふふってやってんじゃないですか。ああ、また日を越えて寝てんのか。川島雄三は1918年大正7年2月4日青森県下北郡田名部本町現在のむつ市にお酒や食料品の店を営む川島徳三の三男として生まれました。5歳を過ぎた頃母親が亡くなり、姉の清さんや兄の哲郎さんに可愛がられて育ちました。雄三は父親の判断で田名部町から汽車で1時間ほどのところにあった野辺地中学に入学します。弱い体を案じてのことでした。5年間の中学時代で雄三は文学に親しみ、生徒が出入りを禁止されていた映画館にもよく通いました。昭和10年、これから戦争の最中に入っていくという中で、中学生っていうのはほとんど、まあ、あの兵役とかですね、あるいはその兵隊になる、あるいは軍隊に入るということを第一に考えてた中で、監督だけはそれは全く考えないで生活やってたような、まあ、記憶ですね、それが僕の中にはあるんですけれども、川島雄三は1935年昭和10年野辺地中学卒業、明治大学へ入学、念願の上京を果たします。この時17歳でした。入学するとすぐに映画研究部に入り、その機関誌シネテアトルに、僕が今興味を惹かれるのは小津安二郎についてである、それは彼の持つ色調が僕の好むところから来ているのかもしれない、などといったエッセイを発表しています。昭和13年大学卒業、松竹大船撮影所助監督採用第1回公募試験に合格、映画監督の道に入りました。松竹で6年間の助監督を経験して、昭和19年に第1回監督作品帰ってきた男を発表します。松竹では川島監督は24本作りましたが、ほとんどがプログラムピクチャーばかりでした。当時助監督をしていた今村昌平監督は、どうしてこんなバカバカしい映画ばかり撮るんですかと聞いたそうです。川島監督は、生活のためですと答えてそっぽを向いたといいます。昭和29年、川島監督は松竹から日活に移籍します。同時に日活に移った今村さんは川島組の助監督を断ります。生活のためと称してくだらない映画を作ることに抵抗を感じたという理由でした。川島さんについて行ったわけじゃなくて、僕は勝手に行かされたわけです。松竹からですか。松竹からです。松竹の助監督から、日活の助監督上というふうなね、そういうコースがなんとなくできてまして、川島さんは当然嫌だと思いますよ。松竹のね、なんか赤のついた助監督を下につけることはね、そう面白いことではないと。日活はせっかく新しい、なんだかわけのわからない人たちが大勢来てましたから、その連中の一人をつけるべきであるというふうに思ったんじゃないですかね。そういうことは西川克実さんから聞きました。
結局川島監督が日活に移ってからのチーフ助監督は今村さんがやることになります。切っても切れない師弟の関係が始まりました。川島監督は日活で9本の作品を作ります。日活での最後の作品幕末太陽伝は映画監督川島雄三の地位を不動のものにします。脚本を一緒に書きチーフ助監督だった今村翔平監督は冷静に振り返ります。太陽伝はもっとずっとでっかく面白くなるはずだった。吹けば飛ぶような軽薄な江戸っ子のそれでも権力に震えながらの抵抗を描けたはずだった。しかしこの作品には川島映画の創作の秘密を知る手がかりが数多く詰まっていると言います。序盤とかはせっかく積み重ねて、まあ、勉強もしたし、落語も聞いたしそういうことをですねしているのにもかかわらず、そしてここがポイントなんだぞとテーマのその主たる流れはここに来てるというふうに思ってもらいたいと思うにもかかわらずそれはずっと飛ばしちゃうんですね。何でもなく取ってしまうと言いますかね。そういうところは不満でした、カメラマンのね高村倉太郎さんですね。この人はね、本当の江戸っ子なんですよね。でその人はですねフランキー堺の芝居を見てずっとカメラ見てるからよく分かるんでしょうけどね、今村君あれでいいのかいというようなことをね言うんですよね。嫌に真顔で言うから気持ち悪いなと思ってね、はいはいって言って聞いてみたんですけどね、江戸っ子っていうのはとんでもない無償の行為でも何でもするものだと、それが間が抜けてておかしいんだということが あるらしいんですね。あれはね上方の商人の流れにあるんだと、そういうふうに見えるというんですね。得することしかやらないと、そういうその見方がまああるんだろうと思いますそれはねドキッとしましたよ、ね、そういうことを考えながら脚本を作っていたわけじゃありませんのでね、そういう見方もあるなというふうにまあ思ったわけですね。あまりにもうまくこう全てがうまくいきすぎるというのはねちょっと関西風な感じがしちゃうよって僕は言ったことあるんですよ。でそれでまあ今井さんはねそんなこと今言ったってもう今更直しようがないっていうことでね、まあ、話したんですけども、結局それらしいのはね最後の墓場のシーンでもう全くの田舎者にバカにされて、ひどろもどろになっちゃうわけですよね。だけど結局はあそこから、まあ、逃げ出して、次の横浜の方へ走っていくというね、まあ、そのがラストシーンになるわけですけども、あの辺でね少しフランキーの、まあ、抜けてるとこが出たかなっていう、ごまかしてごまかしごまかししてごまかしきれなかったというね、そこのところが少し出たかなと思って、私自身はねまあこれでいくらかそういう感じが出たかななんていうふうには思ってましたけどね、川島組の常連小沢昭一さんも貸本屋金蔵という役で愉快な演技を見せてくれます。幕末太陽伝の時はね、フランキーも乗ってましてね、それで太鼓持ちの人に羽織を空中にパーッと投げてスーッとこう歩きながら来て、見るっていうようなあんなのを覚えてきてやって、監督喜ばしたりなんかしてね、そういう役者がなんか工夫するなんかこう不思議なことを考えるっていうようなことをこう誘発する監督ですね。だから非常にね受け入れるんですね。そういうところをちょっとねルーズにしてあるんですよね。だけど秒数は厳しかったんですよ。必ずね短くだからテンポを出すっていうことをとてもいつも考えて
得た監督なんじゃないですかね。あの南田さんと水田幸子さんと、二人のね、あの壮絶なる喧嘩はね、私ちゃんと見てます。監督がね、いらっしゃいって言ったんですよ。あ、そうなんですか。いらっしゃいって、それだけなんですよ。でもね、あ、これは 見に来いと、うん、面白いから見においでっていうようなあなんじゃないですか。なんかね、とても監督ご満悦でした。なんか本気、ちょっと本気みたいになってるところが監督としては、嬉しいんじゃないですか。本気なように見えますね。でどうも本気なんですよ。あ、二人と。で、あのね、しばらく演じているうちに南田さんが、ポンポンと手を叩くんですね。そうすると、へいへいと言って僕は番頭のように、何ですかって言って、まあ、言いに行くわけです。南田さんはその彼女自身の、まあ、古文集ですね、いるんでしょうね。その人たちと一緒に座ってるんですよ。で、どうも、体操学校出たからといって、あれはあの芝居じゃないと。左幸子はね、そうじゃなくて自分に本気でかかってくるというふうな感じがすると。その感じはしていいんですけどね、なんか許せないみたいな風なんです。そういう時の鹿島監督ってのはどういうふうに思って。知らん顔してますよ。あ、そうですか。こうで、僕はね、前の晩から、セットに泊まってね、はい、それで、この二人の喧嘩場ってのは全体にはなかなか面白く撮らなきゃいけないし、面白いとこなんだという気構えがありますから。で、立石みたいな人をね、ここに置いて、で、僕自身があの良い牌かけたりなんかしてですね、もっと元気にやれみたいなことを言ってるだけなんですけどね。それがね、この幕末の中で、浦山君って、まあ、あの後に監督になったんですけども、セカンドあたりでいたんですよね。で、その浦山君にね、あの幕末の時にはしかという病気の名前を使いたいんだけど、はしかっていうのは言って大丈夫かっていう、と浦山君はもう当然そんなことはもう当たり前と思ってるから、えっていうのでお前調べろみたいなこと言われたんですよ。それで浦山君はもうすぐ会社の医務室に飛んできましてね、医務室の医者に聞いたわけですね。そしたら医務室の医者はそんなこと分かるわけないですよね。ですぐ撮影所のそばの慈恵の病院に行きまして聞いた。でもまああんまり容量得ないと言うんで、彼はね、途方に暮れてね、結局紀伊国屋のね本という本を漁ったわけですよ。それでその中で大限界の方に、その語源っていうか、それが出典が書いてありましてね、で十返舎一九の東海道膝栗毛の中に出てくるというふうに書いてあったんですよ。それだもんで、膝栗毛はね、幕末よりもっと先のあれだから、幕末の時に橋かと言っても大丈夫だという、彼はもう意気揚々として監督に報告したんですけど、監督はね、あ、そう、ありがとうっていうだけでね、別にその、それに対してあまりそのびっくりしたような反応を示さないんですよ。つまりね、川島さんはよくやるんですけども、その自分の、まあ、下にいる助監督さんたちをその育てるの中でね、全部してなくてもいいんだと、分かんないことがあったら何を調べれば分かるかっていうことだけは勉強しとけというようなことをよく言ってましたよね。だからその勉強の仕方というかな、調べ方というか、そういうことに関しては割合に、うるさく我々ももう随分言われたことありますよ。川島監督は名作幕末太陽伝を残して、日活から東宝傘下の東京映画に移ります。
川島雄三40歳でした。東宝に移った川島監督は東京と宝塚を往復して精力的に作品を作ります。生活も次第に変わっていきます。カメラに凝るようにもなりました。同時にお酒の量も増えていきます。そんな時、若き作家藤本義一さんと出会い、鹿島アリの脚本を一緒に書くことになります。映画鹿島アリでは重喜劇という言葉を生み出しました。大阪は通天閣の近くのアパートを舞台に、そこで暮らす住人たちの人生模様を描いています。川島監督の分身と言われるような人物が次から次へと出入りして、物語は複雑に展開していきます。鹿島アリの時は、4、5時間ただ一行のとがきで、大議論しましたね。でその大議論してるうちに不思議に思うのは、4時間やってるでしょ、4時間やってると、そうですね、2時間目ぐらいですね、初め言っていた自分とは逆になってますね。で師匠の方も逆になってますね。それに3時間目ぐらいからちょっと気づきましてね、あれおかしいな、俺の主張が逆になってるな、師匠の主張も逆になってるな、つまり逆転してしまうんですね。そして逆転するということは僕は議論のね一番の融和点だと思うんですよ。本当に昭和30年代の頭っていうのはね、もう映画の燃え尽きていく最後の明かりですから、そこで燃焼度がですね、やはり監督も脚本家も高かったし、僕はまあその飛び込みみたいなもんですからね、その時あって、これが本当の映画作りかなという、なんか驚きと喜びありましたけれども、今それを味わう若者がいるかなっていうと、ちょっといないんじゃないかなという気がしますね。だから、今だったらどうでしょうね、師匠の、まあ、弟子の今村翔平監督あたりがですね、ややそれに近いんじゃないかなという想像をしてるんですけどね。鹿島アリなんかもね、なんでこんなに面白いのかっていうと、全く個人的な興味にふけて、それなりに流れていくといったらね、そういうことが面白いんですね。ですからとても意外性もあるんです。意外また意外というふうに展開していくもんですから、鹿島映画は何本見ても飽きないといったようなことがありますね、うん、僕自身がそうなんですけどね。ところがその許せの筋は、鹿島アリの川島さんを見て黙ってたって帰ってしまったという話がありますね、はい、後に僕は黒山っていうのを撮りましてね、はい、で鹿島アリを確かテープにして、それを見てね、私はこの人の助手でありましたと。でこういう人にがいいかどうかわからないけども、その人の持っているものを少しは継承しているはずだと言うんでね。でも今村監督としてはあれですよね、鹿島アリを、はい、面白く見てほしいなという気持ちは、それは終わりでした。日本にも何々やっぱあるかは知りませんけども、その中でもかなり秀逸な面白い映画だというふうに思ってましたからね、今でも思ってますが、映画はなんか隠し味大会みたいなことなんですけれども、あれね、フランキーが悩んじゃって、あの役に途中でね、俺分からねえやなんてね、言ってたんですが、あれはね、僕はつくづく思ったんですけど、あれは珍しく監督が事故を語った映画だっていうふうに私は思ってるんですね。で、あんまり事故を語る監督ではないんだけれども、あの映画はとても監督自身の夢とか、こう趣味思考とか、そういうようなものがね随所に出ている映画
だから精神的な自伝みたいなね、そんな風なものだなというふうに思ったんですよ。あの映画はあれですよ、確かね、一級の映画批評家が酷評したんですよ。確か週刊朝日かななんかのね、映画欄、あの頃は映画の批評欄って割と大きく、ページ数も取ったやつ、酷評したんですよ、ダサくって言って、僕は大反対っていうか、その時ね、あ、この批評家は分かってないなって生意気にね思った記憶がありますね。あれはすごい映画ですよ。僕は何よりも嬉しいっていうことが一つあるんですけどね、大げさに言うと演技賞もらうよりも嬉しいっていうことなんですがね、あれはキネマ旬報かなんかで、ね、川島雄三監督がどなたかにこう聞かれて、そしていろんな自分のことを語ったのがあるんですが、その中で「あなた好きな役者は誰ですか?」って言ったら「小沢秀一だ」って言ってくれたんですよ。これだけは僕はね、本当に終生背中にお守りのようにしょってますな、嬉しくて、川島監督に一人だけ俺そんなこと言われたのかっていう喜びはね、もうあらゆる演技賞に勝る僕のなんて言いますかな、背骨の中にこうそっとそっとしまっとくってこと言っちゃっちゃ何もなんないんですけどね、そっとこうしまっとく、まあなんて言いますかな、お守りのようなそんな気がいたします。鹿島アリは風切り当時単なる風俗映画とみなされ、川島監督の実験的精神や一見喜劇風に見えて人間の深い悲しみを描こうとした意図を全く理解されませんでした。1958年昭和33年東宝では原節子さん主演の女であることも作りました。この時期川島監督は映画のスタッフや女優さんたちに囲まれて一番華やかな時を過ごしたのではないでしょうか。川島監督は東宝に移ってから亡くなるまでの6年の間に18本の映画を作ります。喜劇はもとより恋愛ものから文芸もの、サスペンスものと多くのジャンルに挑戦しています。生きることは恥ずかしいことですなどと言いながら、ともかく映画を作り続けました。1961年昭和36年、川島監督は池内淳子さん主演で火影を撮ります。やがて自殺していく主人公に川島監督の内面が投影されています。人生経験がまだ30入ってちょっとぐらいでしたかしらね。だから随分バーとか何かにもマネージャーに連れてってもらったりして勉強したんですけども、そうそうね、一晩や二晩で分かるわけじゃございませんし、もう少し経ってから、もう一回年代が経ってからやりたいんだけどもったら、その時にはまたやりましょう、フフフフって先生にね笑われちゃったんですよ。こうやってお風呂へ入っていくシーンだから、ある程度覚悟してくださいって。でも私はどうしてもね、自分はね自分でも脱げないっていうねところがあって、スカート履いてたんですよ。あれは相当先生ちょっとショックだったんじゃないのかなと思いますけれども、どうしても純子さんスカート脱ぐのダメですか、脱いでくださいって随分粘られましたけど、そのぐらいでね、はい。でも本当に川島先生当時は随分私に対してはじれったかったんじゃないかと思います。私も随分もったいないことしたと思ってますね今。どういう
もっと自分がこう突っ込んでね、大人だったら、役者として大人だったら先生にあんなにご迷惑かけないで済んだんじゃないのかなと、うん、思ってますけれども、はい、松竹、日活、東宝と川島作品に数多く出演している女優の淡島千景さん、川島監督たちカメラ好きが集まってこんなクラブも作っていました。カメラは川島監督の唯一の趣味だったようです。こんなちっちゃいカメラでね、スパイ用だなんて、スパイ用のカメラなんてみんな言っちゃってね、ちょっとやればすぐ映っちゃうなんて言って、で、いや岡崎さん、幸座さんがあのミノックスの川島先生はもちろん撮ってらっしゃるんですよ、みんなで楽しんで撮ってたんですから。ですけど岡崎さんがあとずっと現像だとかフィルムがこれが出たとかなんとかかんとかって言って教えてくださったのは岡崎さんに教わりましてね、それで今でもああこれいいけどって言ったら悲しいかな、だんだんちっちゃい、こんなちっちゃいんですからね、もう大変ですよ、こうやらなきゃ絶対見えないっていうの。それでもそのカメラが可愛いんですよね、だからもうそれも第一に撮ってありますけれどね、私がもっと写真に興味があったらきっと面白がってそれ使ってると思うんですけどね、はい、三橋達也さんなんかもミノックス入ってらしたと思うのね、それで、みんなであのフィルムが出たこのフィルムが出た焼けばこうなるああなるって言ってやりましたんですけどね、うん、だからそんな趣味は川島先生に教えていただいたっていうところですね。1963年、昭和38年、亡くなった年の初め、ロケハンをしながら愛用のカメラと遊ぶ川島雄三監督。誰が死を予感できたでしょうか。川島さん、私8本やってるけども、どれもね、一つ一つね、必ず絵の調子ね、構図、それがね変わってると思うんですよ、改めて見るとね。それやっぱり変わってるんじゃなくて川島さんが変えてくれちゃうんだよね、変えざるを得ないような。だから不思議なんですよ、キャメラマンっていうのは自分が考えてる表現が監督によってあそこまでね強烈に変化できるっていう監督はいないんじゃない、うん、だいたいキャメラマンの方の表現が監督をカバーするんだけども、川島さんの場合っていうのはね、毎回作品の新しいものにかかるとね川島町が出ちゃうんですよね、うん、だからね川島映画っていうのは僕はねやっぱり今の若い人の人気あるっていうのは今見てもね映画としては大変面白いっていうよりもね、そういうことに視点を合わせて、映画っていうのはやっぱり100年経ったってね、チャプリンの映画名画名画だし、やっぱりね先を見通してじゃなくてね、観客の人間としての生きるね、人間の生活の中に映像として何かね、残しておきたいっていう視点がしっかりしてればね、これは大事なことだし、それを川島さんがやってのけたんじゃないの。川島監督は東宝にいながら大映でも3本作っています。その一つの雁の寺は変化に富んだカメラアングルで原作のイメージを壊し、川島映画独特の怪しい魅力を醸し出しています。あれは僕は本当に今まで僕のことを書いたあんなに最高のあれはないですね、あれはもう嬉しい限りですよね。あんなこと普通言われませんよ、監督にね、まあ大変残ったから早いですからね、すぐロケ編に行って、本読みとかそんなもんあんまりないです、あそこは。よくやるんですよ、僕も本読みって大嫌いだけどね、みんな集まってね、誰か一人が本読んでさ、それで言って聞いてる、あんなんで、ああそれでやっぱりあの人もそういうの嫌いで、うん、ですぐロケ屋に行って、うん、寝る時にそのじゃあ私したっぷろって言ったから、それで僕がまあ温泉だからね行ったから、で僕も後追っかけて行ったんですよ、入ってね、そして向こうもこう使ってましたけどね、使っててね、向こうもちょっとびっくりした、うん、そのうちね向こうがふっとこう立ち上がってみたらね、体つきやっぱりね、なんか背中こうなってるのかな、なんかちょっとおかしいんですよね、うん、
で僕それこうしげしげで見ちゃったのかって見てね、はぁーって顔したらね、なんかそれを見てる僕を見てね、くすって笑ったんですよ、川島さんが、うん、その瞬間ですね、もうすっかり打ち解けちゃったの、うん、とにかく先に絵を作ってください、私がそれに演技をはめますから、うん、そういうそれがね、初めそうやってね、割とうまくいったんですよ、毎日それになっちゃった、はい、だからね、こっちも本を読まざるを得ないしね、よくね、熟読願味ですよ、はい、どういう調子でいくかね、でどういうふうな終わり方の方が次のシーンのインパクトがあるか、それだいぶ考えるようになってね、ああこういうキャメラマンの使い方もあるのかなと思ったくらい、ええ、毎日毎日セット入って、今日はどっから行けますかって、こうだからね、そんな監督いませんよ終わってまあ、京都町へ繰り出して飲んだりした時に、とっても菅野寺の後は嬉しそうだったですね、その前の女二度のとは比較にならないくらい、とても嬉しそうだったの。東宝時代に8本の川島作品にチーフ助監督としてついた映画監督の畑幸三郎さん。それで川島監督も、まあ、こんなこと言っちゃ大変失礼ですけども、東京が見えてから、その日活松竹日活よりギャラもボーンとね上がったんですよね。で当時ね、あの銀座にあのおそめっていう有名なその高級クラブがありましてね、そしてそのグラスにね、川島雄三っていうの専用のグラスがあるんですよ。でそれでね、でまあ、 あの体ものこと言っちゃあれですけども、ジュさんこうね、肩揉んだり手揉んだりこうしてね、割とこう、まあ、女性に優しいっていうことを先ほど言いましたけども、まあ、分かるんでしょうね、女性としての心理的なフィーリングで、でさっと寄ってきてね、まあ、さっとやる、そういう非常にあの女性にモテたって言っちゃう言葉に語弊がありますけども、非常に優しかったし、ただねその飲むほどに時が経つにしたがってね、だんだんこうね、はしごの毛がありましたんでね、それで、まあ、その時は相当もう酩酊してますからね、まあ、あの体これ飲まして大丈夫かなって、で飲まないと気が悪いんですよ。でこっちは荷物持ってますしね、でこう僕は殺して飲むわけですよ。そしてまあ当時、まあ、送り迎えが車がハイヤーがあるじゃないですか。で呼んで、うん、送り届けるんですね、日活アパートまで。そうすると僕は殺して飲んでますから、かすみさんを送り届けた後に今度はこっちが車の中でバーッとこうやっちゃうわけですよ。そういうこともあってですね、もうだん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 こう夜のお付き合いっていうか、まあ、お付きとしては、まあ、そういうことで長いお付き合いをねしましたけどね、まあ、やっぱり考えてみると寂しかったんですね、川島さんはね。そういうものはひしひしと私感じましたけども、まあ、そういうことは言わないし、あの人は弱みを言う人じゃなかったから、決して。松竹日活東宝と川島監督とは兄弟のような付き合いをした俳優の三橋達也さん。川島作品には最も多く出演しています。得意な体質というか、まあ、あの病気があったわけですからね。病気ってあの、子供の時に病気をしたわけですね。でそれがそれでああいうふうに足がちょっと不自由になってしまったということが、そういうことが一つあるんじゃないかと思いますよ。ですからそういう点では僕らは、非常にあの内輪になってからですけどね、とても気を使ったつもりです。あの、この写真にこの椅子なんかね、こう僕がデザインして僕が作らせてプレゼントしたものなんです。でもう丈夫にしてね、ずっと持つようにって言うんでね、鉄でこしらえてね、どうせご自分は持ちはいないですからね、助監督さんが担ぐんだから重くたっていいわけだから。あれキャンバス貼らなくてね、キャンバス貼らずにただ骨組みだけで
ちゃんとこう組んでね、その上僕が乗っかってね、こうやって揺すっても大丈夫なように丈夫に作った。ですからずっとあの鹿島監督のところに映ってるこの写あのキャンバスチェアはですね、あのキャンバスは張り替えてますけどね、そこにでもずっと持ったはずですよ。今どこにあるかね、あのシナリオライターの菊島隆三さんがね、立ちゃんのお父さんが亡くなった時に火葬場へ鹿島さんが行ってて、こんなとこまでわざわざ来てやってるのって言って聞いたら、立つは寂しがり屋だからついてんだって言ったって言うんですよ。火葬場へ行ってみたらですね、鹿島さんがいらっしゃるんですね。で、どうもすいませんって頭下げて、そしたらね、初めて それまでいても目立たないようにしてたんじゃないですかね。あんまり僕いらっしゃったの気がつかないんですが、それで僕が挨拶したら黙って僕の手をね、痩せこけた小さいかぼそい手でね握ったの。そうしたらいっぺんにも悲しさが出てきてね、もうおろおろ泣きましたけどね。川島監督は私生活についてはほとんど語りませんでした。この写真は昭和35年、父徳蔵さんのお葬式にふるさとの下北に帰った時のもの。25年間でわずか2回目の帰郷。この時、中村八重治さんを正式な妻として家族に紹介したといいます。川島監督が撮影したと言われる妻八重治さん、当時の日活アパートで生活する2人の姿も8ミリに収められていました。